はい、皆さんこんにちは、のっぺんです。A 列車で行こう、始まる観光計画、やってみましょう。さあ、前回で2年目が終了しました。で、なんとか2年連続で黒字は達成したんですけども、こちらですね、クリア条件がまだまだ足りてないですね。特に人口1万人が現在厳しいってところかな。さあ、それではやっていきましょう。よーし、やっていきまーす。で、人材の募集を完了しました。新たに31人の社員が入社しました。31人か、31人はね、全然足りてないと思う。現在、あ、やっぱそうだよな、業務負荷が相当やばい。なので、ここはそうだな、業務の効率化。いや、ここはまずは、こちらだな、テレビコマーシャル打とう。ちょっと、あーで、金がなくなっちゃった、しまった、うん、やばいやばい、ごめん。資金がほとんど ありません。そうですよね。ごめんなさい。やってもうた。で、助成金が35億7000万入った。よかった。で、これで、はい、花見ツアーを終了しました。そうだ、それすっかり忘れた。花見ツアーできる今。できるかな。うわ、できない。しまった。今、テレビコマーシャルやってるんだ。んで、まあ、助成金入ったんで、なんとか、税金は払えそうだね。よかった。危ねえ。で、高層マンション1が。あー、再来週にできるじゃん。で、テレビコマーシャルを打って知名度が上がれば観光客も増えるし、で、人材募集をね、ちょっともっとボンボンやっていきたいんで、さあ、なんとか知名度を上げていきたいですね。で、こちら高層マンション1できました。で、稼働率 90% がいいね。ナイスナイス。じゃあ、これも速攻で売りましょう。で、売却しまして。で、売却益出るんだ。マジか。で、これでちなみに、人口がどうなった？高層マンション1が2つできたけども。で、3474人。いいね。着実に増えていってる。なので、引き続きマンション建てたいけど、うん、税金があるか。忘れちゃいかん。でも、この辺何か建てておかないと資材がもったいないんで、そうやな。そろそろ商業系の建物を建てて、なんとか売却益を稼いでいかんといかんな。そうやな。まあ、そろそろ稼げるやろ。じゃあ、試しに、オフィスビル、中層ビル6か。これを建ててみましょうか。この辺に。よし、行きましょう。はい、決定。さあ、西カムイ駅に、やっと中層ビル6ができる。さあ、ちょっと資材を減らしましょうか。あ、で、金がないじゃん。しまった。完全に忘れた。で、この2週間の間に、マンションが売れればいいんですけどね。さあ、売れるでしょうか。で、中層ビル6もかなり完成早そうだね。で、このままでは資金不足で納税できません。うん、水払い税をご確認ください。めっちゃ怒ってんじゃん。ちょっと資材もったいないかな。なので、何か建てようか。まあ、金がなくても銀行さんから借りればいいか。さあ、そういう発想でいきましょう。じゃあ、そうやな。思い切ってマンション3とか建ててみたいけど、まだマンション売れてないもんな。まず先に金借りようか。じゃあ、104億円借りれるんだ。じゃあ、104億円借ります。じゃあ、待て、じゃあ、間違えない。何万借りた今。104万借りただけか。これで、これで104万か。はい、じゃあ借ります。じゃあ、この104万は返しましょう。はい、返します。何をやってるんだろう。で、おめでとうございます。投資さん1000億円を達成しました。違うよ、あやちゃん。250億は借金なんだよ。じゃあ、そやな。うわー、この辺建てれるか。じゃあ、マンション3にしましょうか。マンション3を、じゃあ、この辺に建ててみましょうか。よし、行きましょう。はい、決定。さあ、ついに高層マンション3ができるんだ。さあ、なんとか税金払いましたね。51億払いました。くー、
金がめっちゃ減った。でテレビコマーシャルを実施しました。視聴率もそこそこ良好な効果が得られました。ナイス。でこれでこれでいや人口じゃなくてね、人口じゃなくてこれで、あーブランド力あんま上がってないか。もう一本ぐらい打たないときっついか。じゃあ今度は人員増強やりたいんだけど、まず株を買う。確かね、人員増強の効果を上げる株主優待があるこちら、人材ガイドだね。これをじゃあまず100万株買います。はい、で決定で、後日残りの10万株を買いましょうか。さあで高層マンション売れました。よかった、早かった。危ねえ、全然利益出てなかったもんな。で行政施策出ましたね、ちらって見えた。ちなみにカムイ村、商業系建物2つ以上で建物価格の 40% 補助、いいじゃないですか。よし、やりましょう。そうやな、あーでもまだ今受けてなかった、まずい、危なかった。ふう、これね、じゃあはい受諾で、そうやな、で金もかなり入ってきたんで、まあだけどあんまり高いの建てるとね、ちょっとねマンションとか建てづらくなっちゃうんで、でカムイ村にもう建てる場所ないもんな、ここかこれで67億か。まあでも一つ置いてみるか。よし、いいでしょう。はい、で残りは16億。もう16億しかないんだ、マジか。じゃあ中層ビル5、これでなんとか帳尻を合わせましょう。はい、決定で、これでどうでしょう。はい、助成金支給決定、28億8420万、ありがとう。で、で資金が少なくて不安です。大丈夫大丈夫、助成金が戻ってくるから。で次は株だ。人材ガイドをあと10万株買って、はい、でこうやって決定で株主優待を獲得で、これで、あーで資金がほとんどありません、ごめんなさい、本当にごめんなさい。でで人員増強やりたいんですけど、やっぱ金ないか、しまった。まあなのでできるだけ早くここの中層ビル11ができることを望む。完成は9月の29日か。で現状では業務負荷が高いです、ごめんな。でさらにこちら、高層マンション3ができました。で稼働率は 70% か、まずいね、これ速攻で売りましょう。で決定で売却損が12億円か、まあ仕方がない。でこれによって人口が今4000人超えたか、あと6000人、あと6000人、長いなまだまだ遠い。でもね観光客数の方はねいい線いってるような気がする。もうこのままでも100万人超えそうだもんね。いやー、なんとか頑張ってほしい。さあで中層ビル11ができました、パチパチ。で稼働率は 100%、 ナイス。で1日に400万稼ぐ、400万、マジか、化け物や。資源の売買、新しいの出てきたよ。これもちゃんとねこまめにやっていかないと。野菜をじゃあ南の都市に、はい、じゃあ売ります。さあではでは引き続きマンションを建てていきましょう。もうマンション建設ラッシュやな。じゃあ今度はね高層マンション4が建てれるのか。4はまだ建ててないよな。うわすげえすごいぞ。じゃあこの辺に建てましょうか。よし、行きましょう。でこの辺だと、まあこの太陽光パネルを壊してしまうけどいいや。はい、じゃあ行きます。はい、で残りは1億だ。で早めに隣の高層マンション3が売れてくれるのを祈る。で資金がほとんどありません、本当にごめん、本当にごめんね。で現在人口の方はどうでしょうな。で3876人、あれなんかあんまり増えてないな。
なんだなんだ、あれおかしいぞ。どうしたんだろう。まあここは仕方ないけど中層ビル11も売るか。マンションね、建てまくらんといかんからな。で、思ったよりもね、住民の人口は増えてないんで、これちょっと気になるな。で、高層マンション4は、完成予定日が12月24日クリスマスイブ。んー、頑張って、頑張って作って、作りまくって。で、だいぶ、んー、完成予定日は短縮できてるんだけど、もうちょっとな、頑張らんといかんすね。じゃあ今度は、そうやな、マンション6とか作ってみますか。じゃあこっちに作るか。はい、じゃあ、はい、お願いします。で、配当金だ、忘れてました、これ。そうやな、いやー、1株10円じゃあれだね、足りないしさ。いやー、まあ今回も無配当で貫こう。株主の信頼度が下がりました。ごめんね、本当に株主の皆様。もう本当社長がもう頭を下げます。本当申し訳なかったっす。まあだってね、もうクリアまであと半年か、何ヶ月 ?8 ヶ月ぐらいか。で、資源売買が期限切れとなった。了解。いや、これ間に合うかな。で、人材の募集を完了。新たに120人の社員が入社しました。めっちゃ増えたね。うわー、すごい。これで人口の方は、人口じゃなくて、従業員の数は465人。で、社員状況は、やる気が、やや不満が見られるか。で、季節ツアーやって、さあ、そして助成金が28億8千万入りました。で、現在資金が57億か。住宅建てたいけど、今ね、資材が全然余ってないんだよな。とりあえずこっちの高層マンション4ができるまで金を貯めるというのもありかもしれないですね。現在人口の方は4000人か。なんで一回4000人から減っちゃったんだろうねちょっと戻ったけどさ。で、銀行さんからお金も借りれるか。13億。じゃあ今度は、まだプラン作られないですね。まあここはじゃあしばらく待ちでいきましょう。さあ、そして早っこちら高層マンション4ができました。パチパチ。そして稼働率は 80% か。いやー、でも利益出てないだろうな。ちなみに、やっぱ赤字だな。まあこれはもちろん売るとして、いや、一刻も早く売れてほしいな。まあでもね、稼働率 80% ってかなりいい方だよ。ちなみにさ、これで人口どんだけ増えた？人口は4800人か。やっと半分近くまで来た。オッケーオッケー。だったらこちら高層マンション用もう一本建ててえな。この総裁場が効いてんのかな。もう一個ぐらいそういう公共施設置いてみる。置くとするんだったらグラウンドな。グラウンドでっけえんだよだからダメ。そうだな。寺院とか教会とかいいじゃん。いや、教会はおしゃれだな。寺院。まあ、教会にするか。はい。じゃあ、教会置きましょう。じゃあ、わー、こんな感じなんだ。だんだんこの辺、おしゃれになってきたね。じゃあ、そうやな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。じゃあ、この辺に置きましょう。はい、決定。で、次は、今度は、道路を、じゃあ、張りまして、で、これで、川から橋が渡りまして、で、これで、ちょっと下ろして、で、これでいいか。はい、決定。で、2億かかった。うわー、結構かかったな。さあ、株式公開が完了しました。新株発行により資本金も増えました。あー、これあったね。
で、おめでとうございます。会社の株式が公開されました。パチパチ。そうだそうだ。で、60億ぐらい入ったか。で、おめでとうございます。会社格付け、AA+の評価を受けました。いい、すごいじゃん。意外、もっとボロボロだと思ってた。で、おめでとうございます。株式時価総額600億円を達成しました。 OK です。まあ銀行さんからの融資も多いからな、こんなもんなのかもしれん。で、現在人口が4800人なので、もっこれ急がんといかんな、マジで。新しく建設、そやな。超高層マンション、うわー建ててやばい、建てたい欲がすごい。建てるとすると、うわーでかすげえ、見えないもんな表示できない。まあ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 、落ち着け私。とりあえず、まあ高層マンションよ、もう一個建てよう。ここでいいか。さあ、で、さあ、この高層マンション4、どんだけ、人口を増やしてくれるか、お願いします。君が頼りなんだ。で、他のマンションも早く売れるように。さあ、今回はここまでしていきましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしくはチャンネル登録、高評価、お願いします。ルペンでした。さよならー。